はいどうも、漫画アニメオタクが語るのロイドです。昨日はですね、オバドの4期が決定したっていうことで大騒ぎだったんですけども、皆様今日もまたとんでもないことが起こってしまいました。何かというとですね、本日5月9日悟空の日、ドラゴンボールのオフィシャルサイトがリニューアルオープンしたんですけども、そこでなんとドラゴンボールスーパーの劇場版の制作が発表されました。前作の映画ドラゴンボールスーパーブロリーの公開日が2018年12月ですから、およそ2年半ぶりの新作情報ですよ。で、放映は2022年ともう公表されてるんですけども、そこで原作者の鳥山明先生から気になるメッセージっていうのが出てるんですよね。簡単に読み上げますと、ドラゴンボールスーパーブロリーに続く劇場版の制作が決定し進行中です。今回も僕がセリフを含め話を作り込んだ渾身の一作となっております。内容はまだ内緒らしいので言えませんが、ちょっと意外なキャラが大活躍する激しく楽しい内容になっていると思います。ビジュアルも新鮮ですごいことになってるみたいですから、どうぞ期待して待っていてください。はい、ということで意外なキャラが大活躍らしいんですよ。最近のドラゴンボールの映画ってご存知ない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、昔と違って鳥山明先生が脚本から関わってまして、復活の F、まあ、フリーザですね、フリーザとかブロリーとか従来の映画ファンとか原作ファンが大興奮するようなキャラが再登場、大活躍っていうのをしてるんですよね。もうなので早速今回のこの鳥山明先生のコメント見て、次の映画の主役は誰だとか、大活躍するキャラクターって誰だみたいな感じで、もうツイッターとかニュースサイトでは様々な予想考察がすでにされてるんですよ。そこで今回この動画ではいろいろ予想されてるキャラの中でも、特に多くのファンから期待されてるキャラクターとか、あと多くのファンが映画に出てほしい、出てくれたら嬉しいって思ってるキャラを中心にまとめていきたいと思います。なるべく幅広いドラゴンボールファンに楽しんでいただければと思うので、あまり有名じゃないキャラはちょっと初心者向け、まあ初見の方向けの解説なんかも付け加えていきます。なので詳しい方からするとちょっと当たり前みたいなことを喋ってしまうかもしれませんので、その点はあらかじめご了承ください。なおブログ読み上げ動画となってまして、先ほど僕が書き上げた記事を読ませていただきます。それでは早速記事を読んでいきましょう。はい、ではブログ読んでいきます。まずは1人目、おそらく最も多くの方が話題に挙げているのがクーラですね。クーラって誰って方も多いと思うので簡単にご説明しますけど、彼はフリーザの兄です。そんなの原作にいたって思うかもしれないんですけど、原作にはいないです。彼はですね、昔の映画とびっきりの最強対最強、1991年、もう昔やな、とか、激突100億パワーの戦士たち、1992年公開で最強の敵として登場したんですよね。その実力は弟のフリーザをはるかにしのぎ、また残酷さもフリーザ以上なんですよ。まあフリーザとかフリーザのお父さんとかって優秀な敵がいたらなんか部下に従うようなところってあるかなって思うんですけども、クーラはですね、もう敵とあらば容赦がなくて、たとえ敵を虫の息まで追い込んだとしても確実に下を見るまでは警戒を解かないみたいな、まあ、ものすごい優秀な戦士、もう軍人、もう戦士としては超優秀なタイプなんですよね。で、なんでこのクーラが今最も注目されてるのかっていうとですね、まあ、まず前作の映画、まあ、ドラゴンボールスーパーブロリーでフリーザが最後の方で悟空とかベジータと戦うならこちらももう一人戦力が欲しいっていうのがあるので、まあ、その戦力って家族のクーラなんではっていう考察ですね。あと加えてドラゴンボールの昔の映画って映画ごとに新しいオリジナルの敵が毎回登場するみたいな感じなんですけども、このクーラとブロリーだけは過去作2回以上登場してるっていう、まあ、人気キャラなんですよ。本当にこの2人ね、ファンから人気すごくて、もちろんクーラってブロリーに比べるとニコ動とかでものすごい扱われてるってこともないし、まあ、ブドリーには一歩を取りますけども、それでも昔からのファンにとっては存在感高いんですよね。いや、っていうかブドリーはね、人気ありすぎだよね。なんなんだ今のはみたいなね、なんだ今のクオリティの低すぎる真似は。まあいいや、ということで、さらに加えてドラゴンボールスーパーブドリーの監督である長峰達也さんはですね、フリーザについて兄弟設定もあるし今後も見逃せない存在にフリーザなると思いますよって言ってるので、クーラは扱われうるんですよ。で、最近の映画でフリーザ、ブドリーと復活してるので、次はクーラだろうと、って思ってるファンが多いっていうことなんですよね。はい、じゃあ続いてですね、そのクーラと同じくらい多くの方が予想に挙げてるキャラっていうのがいるので、それについてもご紹介していきます。2人目誰か、バーダック。バーダックはクーラよりは有名かもしれないですよね。カカロットの、まあ、悟空のお父さんですよ。
もともとアニメのテレビスペシャルで1回出ただけだったんですけども、原作者の鳥山明先生がそれを見てすごい気に入って、で漫画に逆輸入した一コマだけですけどね、みたいな経緯があるんですよ。このバーダックが活躍するアニメはファンからもすごい人気で、原作者の鳥山明先生も、いや僕だったら絶対書かない話ですね、いい意味で違うドラゴンボールを見てる気がしますっていうようなことで絶賛されてるんですよね。まあ鳥山明先生ってね、こういう感動系のお話ってあんまり書かないよね。ちなみに最近だったかな、後の方のインタビューではもうアニメの深い内容まで覚えてなくて、あーなんかいい話だったっぽいっすわみたいなことを言ってるらしい。鳥山先生天才だけど適当だよな。まあ置いといて、でこのバダックはですね、2012年の最強ジャンプのアニメ DVD でのオリジナルストーリーではなんとスーパーサイヤ人化なども果たしてまして、まあ実は水面下でものすごいプッシュされてる、一部のところでプッシュされてるキャラなんですよ。で今回の映画の活躍キャラの予想候補としては第2位で、まあクーラに比べるとほんの少しだけ劣る理由っていうのは、やっぱり前回のブロリーの映画ですでに登場したからっていうのがあるんですよね。登場時間は短いんですけど、やっぱりすでに取り上げられてるので、まあ、今回主役レベルに活躍するのは考えにくいんじゃないかっていう予想があります。で、まあ、そもそも似たような話で、最近の映画って復活キャラばっかりでどうなのみたいな意見も出てはいるんですよ。フリーザにしろブロリーにしろ既存の登場キャラなので、もっとこれまでに取り上げられてないキャラが次の映画では取り上げられるべきじゃない、取り上げられる可能性高いんじゃないみたいな、そんな予想があるんですよね。でそういった理由で今注目されているキャラがですね、次にご紹介するヤモシなんですよ。ヤモシ、もやし、うん、いやもやしが語源だけど、ヤモシに至っては原作漫画やアニメシリーズを見てるだけだと絶対に聞いたことないキャラだと思います。こいつ誰かっていうとですね、初めて世に名前が出たのは2017年の終わりのことなんですよね。最強ジャンプ2018年1月号の付録ドラゴンボールサイヤ人超最強コミックスのインタビューで鳥山明先生が語った新たなサイヤ人なんですよ。彼はですね、歴史上初めてスーパーサイヤ人になった人物で、でフリーザが恐れ、ベジータが噂に聞いていた伝説のスーパーサイヤ人の言い伝えの起源とされる人物なんですよね。で彼はサイヤ人でありながら清く正しい心を持っていて、周りの悪のサイヤ人たちの行動に疑問を抱いているんですよ。そこで同じく善の心を持つ5人の仲間たちと一緒に悪のサイヤ人と戦って、でそこで初めてスーパーサイヤ人として覚醒するんですよね。で彼はその戦闘力で悪のサイヤ人を全滅に追い込むんですけど、まあさすがにね、多勢に無勢ってことで、まあギリギリのところで力尽きるんですよ。ただヤモシは死んだ後も魂があの世、まあエンマ様のところに行くことはなくて、現世をさまよっていて、で自分たちと同じく善の心を持つ6人のサイヤ人っていうのを追い求めてたんですよ。なんでかっていうと、さらなる救世主であるスーパーサイヤ人ゴッドと会いたかったからっていうことなんですよね。でこのヤモシの魂の波動が例の破壊神ビルスの脳のアンテナに反応して、でビルスはその結果スーパーサイヤ人ゴッドの予知夢を見て、で地球に向かったんですよ。結果的に悟空たち6人のサイヤ人とシェンロンの力でスーパーサイヤ人ゴッドが顕現するっていうのが、まあ、2013年の映画神と神とかアニメドラゴンボールスーパーの序盤のストーリーのきっかけと。いやこのね、ドラゴンボールは後付け設定だとしてもちゃんと筋通してくれるのが本当楽しいんですけど、すいません話逸れました。というわけでヤモシっていうのはスーパーサイヤ人の伝説の始まりであり、スーパーサイヤ人ゴッドの始まりでもあるということで、まあある意味ドラゴンボール Z とかドラゴンボールスーパーの始まりの男とも言えるキャラクターなんですよ。で前作のブロリーの映画ではサイヤ人の強さの原点が明かされるっていうことで、まあ一部のファンの間ではヤモシの登場が望まれてたわけですけれども、結局ブロリーでは映画のブロリーでは登場しなかったので、今度こそヤモシの出番だと期待されてるっていうのが現在のことなんですよね。はい、ということでまずここまで前作ブドリーに負けようとも劣らないキャラクターたち、クーラ、バーダック、ヤモシというバトルキャラクター紹介してきたんですけど、実はですね、次の映画って今までのバトル 100% な展開とはちょっと変わったテイストの可能性もあるんですよ。はい、っていうのもですね、前作の映画ブドリーのブルーレイ購入特典のブックレットで集英社ドラゴンボール室室長の伊予久秋夫さん、まあ、V ジャンプの犬マヨでは伊予久青木として登場してますけど、まあ彼によると次の映画は多分全然違う方向になるっていう発言があったんですよね。ちょっと読みますけども、今は次のドラゴンボールの映画に向けて着々と準備を進めています。ブドリーがあまりにも強かったので次は多分全然違う方向になると思います。今回のブドリーでいろいろな部分のハードルを上げてしまったので燃え尽き症候群にならないように、これからもドラゴンボールは続いていくと思うので楽しみにしていてほしいですね。ということで、まあ今までの映画とちょっと違う方向になると、
まあ、今までの映画ってどっちかっていうとバトルシーンのクオリティが非常に高かったと思うんですけど、ストーリーとか人間ドラマはそこまで取り上げられなかったと思うんですよ。まあもちろんね、ドラゴンボールって戦闘アクションを楽しむ作品ですから全然人間ドラマやれとは言わないんですけど、今までとは全然違う方向ってなると、そういったヒューマンドラマを取り入れる可能性もあるんですよね。でそうなった時に最も今ファンから期待されているのが次に紹介する未来ご飯なんですよね。未来ご飯はですね、原作とか旧アニメにも出てるので昔のファンは結構ご存知だと思いますし、逆に最近ドラゴンボール知った方ちょっと知らないかなって思うんですけども、まあ、その名の通り未来の世界のご飯なんですよ。で未来の世界って何かっていうと、人造人間17号18号によって悟空とかベジータピッコロみんな死んじゃった世界のことでして、ピッコロが死んだのでもちろんドラゴンボールもないです。この時点ではまだデンデって地球に来てませんから。でそこで唯一生き残った未来ご飯はまだ幼いトランクスの師匠になっていつか人造人間を倒すことを目標にしてるっていうことなんですよね。で人造人間との何度目かの戦いによって左腕を失って赤腕なんですよ。まあ、ファンアートとかでもね、同人漫画とかでも赤腕で書かれることが多いと思うんですけども、で普通の大人ご飯と何が違うかというと、今言った通り赤腕っていうところと、あと少年時代に悟空と精神と時の部屋で修行してないって点がすごい大きいですね。まあなんでかっていうとセル編が始まる前に悟空死んじゃってますから。なので未来ご飯って潜在能力の片鱗を目覚めさせることは一切なくて、人造人間と戦って何度も死にかける過程で強くなってるっていう、まあそういう真っ当なサイヤ人として強くなってるっていう経緯なんですよね。なのでまあ正直戦闘力っていう意味では現在のご飯とか悟空たちの足元にも及ばないんですけども、まあ、そもそも新作の映画2022年の映画がバトルのインフレ方向じゃなくて別方向に進むっていうなら未来ご飯にスポットが当たってもおかしくないかなっていう感じなんですよね。っていうのも未来ご飯っていまだにツイッターとかファンアートとか二次創作がすごい多いですし、熱強いファンめっちゃいるんですよね。最近ツイッターで見たね、トランクスとご飯が釣りしてる漫画がすごいエモかったんだよね。ごめんちょっとリンクまでは覚えてないんですけど、原作でも赤腕で仲間を全て失ったっていう悲しい過去を持ちながらトランクスを生かすために自らを犠牲にしてトランクスにね希望を託すとことかマジエモいし泣けるんですよね。でこの未来世界って未だにそこまで掘り下げられたことはないですし、未来ご飯と未来トランクスがいっぱい見られるなら、まあ、一部のファンは大歓喜だと思うんですよ。で唯一の弱点として、もし未来世界を舞台にしようとすると悟空もベジータもいないのでさすがに2時間の映画としてどうなのみたいなのはありますね。まあ OVA とかで扱うテーマとしてはいいんですけど、大衆向けに2時間の映画でやるにはちょっと範囲が狭すぎるかもしれないです。でただ未来ご飯ではなくても純粋にご飯が活躍するキャラになる可能性っていうのはありまして、ドラゴンボールスーパーのご飯ってスーパーサイヤ人にならない宣言とか、僕が目指すのはまだ誰も見たことない究極の姿、父さんとは違うやり方でそこを目指しますみたいな、そんな発言をしてますので、そのあたりを掘り下げるっていう方向でご飯活躍させる、そういう展開はありますね。はい、あとはですね、もちろんこれまで紹介した4人以外にもいろんなキャラが予想されてまして、まあフリーザが求めてる戦力ってクーラじゃなくて地獄で知り合ったセルじゃないとか、今日5月9日はピッコロさんの誕生日だから次の映画で活躍するのはピッコロさんでしょとか、ゴテンクス、まあ、もしくはゴテンとトランクスの活躍が見たいなとか、これは17号一択だねとか、ラリッツとナッパが見たいとか、天津飯とかチャオズ出ないかなとか、意外なキャラが活躍、ヤムチャですね、ついにミスターポポの活躍が見られるのか、バクテリアンが活躍する日が来たかもしれない、おめえの出番だぞチャパオ、戦闘力5のおじさんが活躍するんですねとか、もうなんか最後の方は大喜利みたいになってるんですけど、まあ、本当にいろいろ予想がされてます。よろしければぜひですね、あなたの予想もコメントでいただければと思います。それではここまで見ていただきありがとうございました。